阿賀野市における平成の大合併の地図、水原市街阿賀野市は、新潟県下越地方に位置する市である。2004年4月1日に、北神原郡や田町、水原町、京賀瀬村、笹上村の4町村が合併して、市政施行された市で、阿賀野川流域にあることからこの名前となった。市役所は、旧水原町にある、久五湖五島山、五島温泉郷といった、 観光地を抱えるほか新潟市のベッドタウンの側面も持つ。新潟市への通勤率は26.8%。地域の東部が山地、西部が平地で水田が広がっている。旧安田町では、出汁の風と呼ばれる、東南東の極地風が春から夏にかけて発生しやすい。なお、同様の風は、県内多地区の河川沿いにも見られる。古くから、 北関南部教と呼ばれある程度のまとまりがあったが、昭和の大合併では単一の自治体として成立することが叶なわなかった。文章北関原四町村には当初、新潟市への編入合併案があった詳細は、新潟市の行政区域の変遷に新潟100万、都市構想を、三章高等学校中学校、小学校特別支援学校級安田町では、江戸時代より安田川ら が製造されているまた、新潟県における、落農発祥の地であり、安田ヨーグルトなど現在でも生産が盛んである。市内には、新潟県東部産業団地、阿賀野市営西部工業団地、京ヶ瀬工業団地などの工業団地が所在するほか、各地に工場が立地する。京ヶ瀬地区には、国際石油開発、定石の南阿賀油田の石油プラントがある。また、 市では2010年2月にバイオマスタウン構想を策定している。鉄道、編集東日本旅客鉄道右越本線が通行し、市内に3駅がある。新潟駅まで直通する列車はなく、亀田・横越支線の路線バスと比べて、本数も非常に少ない。各駅にパークライド駐車場が整備されている。路線バス、編集路線バスは、 新潟交通グループの新潟交通観光バスが運行する S 級亀田・横越線が基幹路線となっており新潟中心部と京ヶ瀬水原地区を結んでいるこのほか本数は少ないながらも安田地区や京ヶ瀬地区において同グループ京ヶ瀬営業者の路線が存在するコミュニティバス編集安田河原ロードにある市営バスの停留所市では市域を ほぼ網羅する、阿賀野市営バスを運行している。五島温泉共営の観光アクセスを担う五島、温泉号線を除き、平日のみの運行となる、旧町村で運行されていた福祉バス等の路線を、見直す形で2004年、市発足と同時に運行を開始、路線や運行経路の変更を重ねながら運行が続けられており、2015年のデータでは、10以上ある路線の中でも分電線、 五島温泉号線の利用が多い。2017年12月からは一部路線で予約制の実証実験が行われている。高速バス、編集万越自動車道の安田インター前停留所から県内路線の村松線、県外路線の藍津若松線を利用できる。同インターにはパークライド駐車場が整備されている。高速道路、編集高速道路のインターチェンジは 万越自動車道の安田インターチェンジ一箇所、一般国道、編集国道49号付近の阿賀野市水原地区、県道、編集給料地帯には、新工事ビレッジなどの別荘地やゴルフ場が存在し、かつては新潟ロシア村も営業されていた、郷土玩具の三角だるまが生産されている。ありがとうございます。